アフロディシアスのアレクサンドロス、運命についての最初の段落。1658年に発行された、不明な版アフロディシアスのアレクサンドロスは、ローマ帝国期の哲学者で、古代における最も著名なアリストテレス注釈者。カリアのアフロディシアス出身。三世紀諸島のアテナイに住み、商用学派の学徒となった。彼は、アリストテレスの著作に対する、 注釈書を多く表したため、構成においては、注釈者と呼ばれる。中でも、分析論前書、トピカ、希少論、感覚と感覚されるものについて、刑事上学に対する注釈書が現存している。また、注釈書とは別に独自の論考も現存しており、運命についてではストア派の決定論の協議に反論している。アリストテレスの霊魂論と、同題の、 霊魂論を書いてもいる。コメンタリアインアナリティカプライラアリスタテリース、1549アレクサンドロスは、カリアのアフロディシアス出身で、2世紀終わり頃に、アテナイに移住した。彼は二人のストア派の教師とおそらく一人の、商用学派の教師、つまり、哲学者ソシゲネス、ヘルミノス、そしておそらくミューティレネのアリストテレスの弟子となった。アテナイにおいて彼は、 商用学派の学頭となり、商用学派の哲学を教えた。アレクサンドロスが、セプティミウス・セウェルステー及びカラからミカドラに、著書、運命についてを、自らの宛内における地位に対する謝意とと共に、献じたのは198年から209年の間で、あると考えられている。近年交換されたアフロディシアスの碑文により、 彼がアテナイに存在する学派の学党であったことが確実となり、彼の全名がティトス・アウレリオス・アレクサンドロスであることも分かった。彼の全名からおそらく彼の祖父かあるいは別の先祖がアシア属州総督時代のアントニウス・ピウスによってローマ市民権を与えられたのだと考えられている。碑文では彼自身と同じくアレクサンドロスという名前で、 哲学者であった彼の父が称えられている。さらにこのことから彼の著作のうちいくつかは彼の父に返されるのではないかという疑いが最もらしいものとなっている。アンドレア・ブリオスコ、アリストテレスとアフロディシアスのアレクサンドロス、16世紀のブラケット、棒で博物館アレクサンドロスはアリストテレス仲介をいくつか作成したが、その中で彼は 節中主義的傾向から逃れることとアリストテレスの教説を純粋な形で取り戻すことを模索した。彼の注釈書のうちで現存するのは、分析論前書、トピカ、希少論、感覚と感覚されるものについて、刑事上学に対するものである。刑事上学6から14巻のアレクサンドロスの名で、伝わっている注釈は、エフェソスのミカエルのものだと推測されている。 また、刑事条学十二巻の注釈だけは、イブン・ルシュドの刑事条学大注釈の中に引用されており、その概要を知ることができる。奇弁論爆論に対する注釈もあるが同様に、議書だと考えられている。散逸した注釈には、命題論、分析論後書き、天体論、生成消滅論、霊魂論、記憶と早期についてに対するものがあった。アレクサンドロスが、 三日月型の旧石に関する注釈書を書き、これが遠石問題に相当すると、キリキアのシンプリキオスが言及している。2007年4月にイメージング解析によってアルキメデスのパリンプセストからアリストテレスの反中論の古い注釈書が発見され、古典学者ロバート・シャープルーズはアレクサンドロスがこの注釈書の著者である可能性が、 最も高いと主張した。注釈書ではないアレクサンドロスの独自の論考も、いくつか現存している。次の作品がそうである。霊魂論、問題と解決、倫理的諸問題、運命について、混合と成長について。彼に返せられているもののうち以下の3作品は、儀書とされる、医学問題集、自然学的諸問題、熱について。 アレクサンドロスのその他の作品の中には、アラビア語訳で保存されているものがある、宇宙の諸原理について、真意について、運動に関するガレノス論博。霊魂論は、アリストテレスの同代の書物の注釈書ではないものの、アリストテレスの流れに沿って書かれた霊魂に関する論考である。アレクサンドロスは、人間の未発達な理性は、 物質的であり、肉体と不可分だと強く主張した。彼は、魂が不及だという説に対して強く反論したので、ある。彼は、その作用によって、人間の中の潜在的な知性が活動するところの、活動する知性を神とみなした。第二の著書は、霊魂論本位として知られている。本書は25に分かれたシリーズになっており、 そのうち最初の5巻で心理学を扱っている。残りの20巻は自然学や倫理学の問題を扱っており、その中で最も大きく取り上げられているのは視覚と光の問題で、最後の4巻では運命と真意について扱っている。本書は現在残っているような形ではアレクサンドロスが書いたものではないかもしれないが、それでも多くの部分は彼に返されている。 問題と解決は3巻からなり、自然的な問いの問題と解決と題されてはいるが扱われているのは必ずしも自然的でも問題になるようなことでもない。この3巻の書には全部で69の項目が設けられており、そのうち24項目で自然学を17項目で心理学を11項目で論理学、刑事上学を 6項目で運命と真意の問題を扱っている。このうちすべてをアレクサンドロスが書いたというわけではないと考えられており、いくつかは彼の弟子による練習問題の可能性があるが、他のいくつかはアレクサンドロス自身による回答であると考えられている。倫理的諸問題は伝統的には問題と解決の第4巻として扱われてきた。 本書はアリストテレスに基づいた倫理的問題に関する議論という形をとっており、アレクサンドロスの講義の中で生まれた質問、問題に対する回答を含んでいる。本書はアレクサンドロス自身が書いたのではなく、むしろ彼の弟子がアレクサンドロスの参加した議論に基づいて書いたのだと考えられている。運命についてはストア派の決定論的協議に反駁した論考である。 運命について、でアレクサンドロスは三つのこと、必然性、ストア派が、神、自然とみなしたものの一部である運命づけられた、出来事の予言、あらかじめ定められている、つまり過去によって、あらかじめ運命づけられている、原因の結果という意味での運命論、を否定した。彼は、我々が今日自由意志と呼んでいる、倫理的能力を擁護した。混合と成長についてでは、 物体の混合という話題を取り扱っている。本書はストア派自然学の議論を拡張したものであると、同時に当時のアリストテレス思想を解説したものでもある。宇宙の諸原理についてはアラビア語で保存されてきた作品である。この論考は現存するギリシア語の文献では言及されていないが、イスラーム世界では高い知名度を保っており、数多くの写本が残っている。 本書の主な目的はアリストテレスの宇宙論、刑事上学の概説を行うことだが論争的な雰囲気が強く、商用学派内の敵対する説に対して向けられていた可能性がある。アレクサンドロスはアリストテレスの哲学体系内の水を埋めることと矛盾を解決することに関心があったが、物理的世界と倫理的世界の両方を統一した図を示すことにも、 関心があった。本書で扱われている話題は普遍的な天上界と消滅を繰り返す地上との関係、それに天上の運動の性質である。彼の主要な転居は自然学、刑事上学、偽アリストテレスの宇宙論である。真意についてはアラビア語訳で2種類が現存している。この論考においてアレクサンドロスは神の説理は 世界のあらゆる面に及んでいるというストア派の見解に反論しているこの説は神を無価値なものに貶めると彼は考えていたのである。代わりに、説理とは天から発して地上に立った力であって地上のものをそれぞれの生物に直接関わることなく生じさせたり滅ぼしたりする能力があると彼は考えた。6世紀までには アレクサンドロスのアリストテレスに対する注釈は非常に有用なものとみなされ彼は注釈者と呼ばれるようになった。彼の著書はアラビア語に訳されてアラブ人の間でも高く評価され、モーシェベン・マイモーンにも大いに引用された。1210年にパリの宗教会議で断罪宣告が下されたが、これはおそらく他でもないアレクサンドロスの著作を対象としたものであった。 ルネサンス初期には、彼の魂の皮膚滅性の強説が、ピエトロ・ポンポナッツや彼の後を継いだチェーザレ・クレモニーニに,に採用された。彼らは、アレクサンドロス主義者として知られる。アレキサンダーの安泰と呼ばれる虹の光学現象は、彼にちなんで名付けられた。アレクサンドロスの著作のうちいくつかが1495年、1498年に、 アリストテレス著作集の一部として、アルド印刷所で印刷された彼の運命についてを及び、霊魂論は1534年に、ベネツィアでテミスティオスの著作と共に印刷された。前の作品はグロティウス及びシュルテスによって、ラテン語訳され、ヨハン・カスパール・フォン・オレリの皇帝を受けて1824年に、チューリヒで出版された。そして彼の、 刑事上学に対する注釈は、ヘルマン・ボニッツによって1847年に、ベルリンで出版された。1989年には、アリストテレス、刑事上学についての最初の部分が、エンシェント・コメンテーターズ・プロジェクトの一環として、交換された。それ以降、彼の他の作品が英訳されている。ありがとうございます。